2022年4月から高校生の金融リテラシーを高めるための授業が始まります。授業でどのようなお金の知識を学ぶのか知っていますか例えば、家計管理とライフプランニング。高校生たちに20代、30代、40代、50代、60代の自分をイメージしてもらうんですね。その生活イメージを実現する手段の一つがお金というわけです。こちらの表は生涯の収支バランスのイメージです。こうやって全体感をつかんでおくと、労働収入、生涯賃金が高い仕事ってどんなものだろうとか、退職金が占める割合って結構あるんだなとか、年金の役割って大きいんだなとか、 大きな視点でいろいろ考えられるようになりますね。その他の話題としてはキャッシュレスなどですね。高校の授業でお得なクレジットカードなんかを考え始めたら面白いですね。お父さん、うちってクレジットカード何使ってるの？理由は？って聞かれたら皆さん答えられるでしょうか。学校は学校で重要な必要最低限の金融教育を行う。民間は民間で公教育の穴を埋める形でサポートするサービスを提供する。リベダイガサの一助になれたら嬉しいです。そして家庭は家庭で親が子供にお金の教育をする。こうやっていろな角度から子供たちを支えられたらいいのかなと思います。